中畑清、大城は阿部監督の信頼を得られていない。現時点では打てるという点で大城拓が一歩リードしている。背番号24の後輩、頑張ってほしいよ。でもリード、キャッチングはどうか。球団史上初となる保守出身監督の信頼はまだ得られていないように感じる。中畑が OB 会長という事実、フレーミング指標毎年めっちゃ良い定期。阿部だからワンとさせていました。阿部って大城のことレギュラーって明言してないし、これはガチだろうな。だから阿部にバントさせられまくってたんやね。大城のこと評価してる巨人関係者ってマジで荒くらいしかおらんの異常やろ。なんでこんなに評価低いんや。防御率ブービーで得られるわけないわな。使い続けた腹が異常なだけや。こんなのが今年から選手寮に出入り解禁されたのやばすぎやろ。指標どころか試合見てすらないだろ。大城はフレーミング良いやん。信頼しない方がおかしいだけやろ。なんで阿部が全て正しい前提で話を進めるんや。大城とかいう巨人 OB から過小評価されまくる男、信頼してるからレギュラー任せてるんだろ。マータリードとかいう謎指標で評価落としてるのか。マジでおかしいやろ。どんだけ大城評価されてないんや。信頼してない阿部がおかしいだけ。敵阿部は現役時代バントに怯えてキャッチャーやってたって判明したのやばいわ。まともなキャッチャー育たへんぞ。ご視聴ありがとうございました。